シナの夜、シナの夜、シナの夜とは、流行歌、シナの夜のヒットを受けて、1940年、昭和15年に作られた日本映画である。東方の看板スター、長谷川和夫と満州映画協会、万栄の看板スター、リコーランとの共演による、大陸三部作、白蘭の歌、シナの夜、熱砂の誓いの2作目。渡辺浜子の歌う、 シナの夜がヒットしていたことから、東方映画、現在の東方が映画化を企画し、中華電影講師の上海ロケの撮影協力を得て、制作された。上海を舞台に、長谷川和夫扮する、日本人貨物船船員、長谷哲夫が、李光蘭扮する中国娘、桂蘭を救い、二人の間に恋が芽生えるという、ストーリーである。メロドラマ、音楽映画、ハリウッド映画、 アクション映画、観光映画といった様々な要素を持つ複合型娯楽映画で中国大陸への関心が高まっていた時期だったこともあり各地で興行記録を更新。今年度日本映画第一のヒットと評価される人気作となった。この映画に主演したリコーランこと山口敏子は第二次世界大戦の終戦後中華民国政府により文化観観。 売国やつ容疑で逮捕されたが、裁判で中国人でないことが証明され、無罪となり国外追放となった。その判決で裁判長から道義上の問題として、中国人の芸名で、シナの夜など一連の映画に出演したことを問題に、され、山口は謝罪している。船員、長谷哲夫と山下千吉は、 上海の雑踏で中年日本人男性と口論になっていたカツラ・ランという中国娘を救う。実はカツラ・ランは抗日の中国人で日本人に恩を受けることを非常に嫌っており、助けてもらった借りを働いて返すと言って、長谷と山下の住むハウス、日本人専用のホテルについてくる。住む家もなく上海の街を放浪していたカツラ・ランがその汚れを風呂で落とすと、 その美しさにハセは驚き、カツラ・ランの日本人に対する誤解を解くことを決意する。実のところカツラ・ランは、上海の資産家の娘で、日本の攻撃によって、両親も家も失ったことで、日本人を相当憎んでいたのだった。ある日、高熱を出したカツラ・ランをホテルに住む日本人や、ハセを慕うとシコラが懸命に看病して治すが、カツラ・ランは、 その親切を素直に受けようとしないので、ハセは思わずその方を撃ってしまう。カツラ・ランは自分のひねくれた心を反省し、またハセへの思いにも気づく。ある夜、カツラ・ランがかつて属していた抗日組織に誘拐される。目的は、ハセから軍需物資の輸送計画を聞き出すことだったが、呼び出されたハセは断固として応じない。ハセが撃たれようとしたその時、 カツラ・ランの起点で事態は一転し、駆けつけた警察によってハセは救出される。このことで、ハセとカツラ・ランの中は一気に深まり、二人は結婚することになる。結婚式の夜、ハセに軍需物資の輸送の指揮を取れという命令が下り、ハセは新婚の妻を置いて出動する。果たして輸送船は抗日組織の攻撃を受ける。帰りを待つカツラ・ランのもとに、 ハセが亡くなったという知らせが届く。カツラ・ランは、かつて二人で楽しい時を過ごした祖州に馬車を走らせ、トラキで、ハセを忍びが木崩れ、やがて運河の辺で、受水自殺を図る。すると、そこに、実は助かっていたハセが馬車で駆けつけ、ハセに気づいた、カツラ・ランと運河にかかる、石橋の上で抱き合うのであった。本作は、日本の中国大陸進出を正当化するメロドラマで、 あるとされ、李コーランという中国名でヒロインを演じた、山口敏子も日本人に殴られた、中国人娘が殴った、日本人に好意を抱く描写を、中国人傍ら見ると屈辱的であると解説し、日本は強い男。中国は従順な女。中国が日本を頼るなら、日本はこのように中国を守ってやろうというのが、本作のメッセージであるとしている。 理ランを中国人と思っている中国人の友人からもたびたびシナの夜を批判されていたという。このようにシナの夜は日中戦争のプロパガンダを目的として作られた国策映画との考えが一般的である。しかしこれを否定する議論がある。企画には日本軍や日本政府関係者が関わっておらず恋愛が主体のメロドラマである。 この映画は当時の国作映画像と大きくかけ離れたものだった。そのため、軍人、映画評論家、映画検閲官、新聞の当初等から国作に逆行する映画であることを理由に様々な批判が浴びせられた。一見プロパガンダに思えるストーリーは映画検閲を逃れる大作であったが、上海市の戦績を舞台にしたメロドラマのシーンは検閲官を激怒させ、 主演二人が抱き合うシーンは弱腰すぎるといい理由でカットが行われた。歴史学者の古川隆久は国作映画説を否定し典型的な娯楽映画であると主張している。しかしその古川も否定論は定説には至っていないと認めている。シナの夜は1940年から終戦直後まで以下の国で上映された。中国、台湾、朝鮮、 アメリカベトナム対王国、香港、フィリピンビルマインドネシア。多くの国で上映された背景には、当時アジアの日本の占領地では、主題歌のシナの夜が広く流行していたという理由がある。当時の映画雑誌では、音楽映画の豊富さと、全体にみなぎる完美な色調によって、方伊豆子の地においても、大衆的な歓迎を受けた、リコーランは、彼らの崇拝の対象となりつつある。 シナの夜の成功は、リコーランの魅力によるとともに、南方民族政策上感化することを許されぬ、家教の母国への教習を含めての指示があったと批評されている。1940年直後、満州国、北京、上海等、中華民国の日本占領地域で上映されたが、シナという言葉が問題のため、上海の夜として上映された地区もあった。 1943年の北京市での記者会見で、リコーランは本作を含む大陸三部作について、あれらの映画は中国を理解していないどころか、侮辱しているあなたは中国人でしょう。それなのになぜあのような映画に出演したのですかと、リコーランを中国人と信じる中国人記者から尖められ、中国人名を名乗ることで、結果的に中国人を騙すことに、 罪悪感を感じていた、リコーランはこれを聞くかに、万栄大社を決意する。その一方、1943年2月上海での、リバイバル上映時、タイトル、春的夢には、現地で、主題歌が流行していたため、13日間、約2万3千人の観客、中国人が9割を動員。観客が主題歌を和して歌う現象が起き、雑誌、大花には、 私みたいな映画ファン兼音楽ファンにとって、シナの夜は、紛れもなく宝のような作品だという、中国人観客の投書が寄せられ、しかし、映画の批評は、この映画で彼女、リコーランが、日本人から散々恩を売られ、日本人にだけ、都合のいいアイドルの役に甘んじていることを心よく、思わなかったということで厳しかった。 戦後の日本ではオリジナル版から約30分シーンがカットされ、一説によれば1940年にフランス領インドシナに輸出されたバージョン、蘇州屋曲と解題された上で再上映された。このバージョンのものは2003年キネマクラブからビデオ発売され、2009年2月と2010年8月に CS テレビ局で放映された。オリジナル版は時折、 東京国立近代美術館フィルムセンターで上映されている。主題歌はシナの夜。挿入歌として、蘇州夜曲、思えアニフがある。渡辺浜子の歌うレコード、シナの夜の映画化作品だが、映画の中では、蘇州夜曲と共に、シナの夜は、ヒロインで、あ、リコーランが歌っている。思えアニフが、三浦敏子役の服部トリトミコによって歌われている。 劇中でシナの夜を歌ったリコーランにもレコードでシナの夜を出すように再三依頼があったが中国人は枝葉を意味する死の字を使ったシナの名で祖国を呼ばれることに起こっている知っていた満州国育ちのリコーランは依頼を断った楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください